昨日午後1時半過ぎ、札幌の手稲山で登山をしていた市内に住む40代の男性から道が分からなくなったと警察に通報がありました。消防によりますと、男性とは昨日午後2時以降連絡が取れていないということです。警察と消防は午前8時ごろからおよそ25人態勢で山頂から捜索したほか、ヘリコプターでも捜索しましたが発見に至らず、今日の捜索は日没のため午後4時半で打ち切りました。明日は午前9時過ぎから捜索する方針です。